タケノコっすか。タケノコじゃない。どっから分かる。
という方がいらっしゃることは当然それは承知しております。しかし市長氏はあるいは三田市としては、例えば私たちの市長、日本を守っていきたい、日本を豊かに強くしていきたい、そういう主張に賛同する人が決して少なくないんだということで大変勇気をもらいました。絶対岸田氏に最終日に申し出したいと、そしてしかもここでできれば街頭演説をしたいというふうに思います。皆さんぜひともここ吉祥寺あるいは武蔵野の市からこの選挙をきっかけに日本保守党をもっともっと大きくする、このことにぜひとも力を貸していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、私たち日本保守党はちょうど1年前、小説家の作家のあの永遠のゼロを書きましたベストセラー作家の作家直樹が、今のこの腐った政治を黙って見ていられるかということで立ち上げた政治団体でございます。日本保守党と名乗ってはいますけれど、まだ国政政治党としての要件は満たしておりません。ですから今回の選挙戦も、まあ、大変不利な戦い、比例小選挙区、これを重複して立候補はできないという状況でございます。まあ、そうした状況の中で私たちの共同代表、先週まで名古屋の市長を務めておりました河村隆、その河村隆以下4人が愛知県名古屋市では小選挙区のみで戦っております。そしてこの東京は比例のみ、比例ブロックで、まあ、私を含む4人が名簿に名前を紹介して自前の掲げる方だけで日本保守党あるいは保守党と書いていただくような形で立候補をしていると、こういう状況でございます。ですから12日間の選挙戦戦ってまいりましたけれども、私たちには全く手応えだとかそんなものはなく、ただこの吉祥寺がそうであるように行く先々で多くの方が私たちを待ってくださり、そして大きな歓声を寄せてくださって、日本保守党頑張れというふうに言ってくださる、それがこの12日間で得た私たちの一つの財産になるというふうに思っております。皆さん本当にありがとうございます。今日ここにお集まりの皆さん、あるいはこの私たちの在戦者ブルーサンダー号がここまで来る間に沿道から手を振ってくださった皆さん、はっきり申し上げて、日本保守党はまだ国会議員の一人もいない単なる政治団体ですから、何の利権も力にもございません。つまり支持をしてくださる皆さんにとっても、私たち日本保守党を今ご支持いただいても何の得もないという状況ではございます。にもかかわらずこんなに熱心に土曜日の午後この吉祥寺駅前にお集まりいただいて、そして私たちの話に熱心に耳を傾けてくださる、もうこの思いだけで私はすでにあの自分たちのことしか考えない小さな利権守りにキュンキュンとしている与党に勝利しても同じだというふうに思っております。皆さん本当にありがとうございます。
半日もないですけれども、明日の投票日に向けて、ぜひとも皆さん、私たち日本放送、この輪を一人でも多くの方に広げていただけますよう、改めてよろしくお願いいたします。駅をご通行中の皆さん、私たち日本保守党は日本を豊かに強く、今の腐敗した政治を一刻も早くやめさせて、日本の政治から腐敗を一掃して、そして日本国民の所得を上げる、日本を成長させる、日本を強くして、日本が他の国に飲み込まれないように日本を守っていく、そのために立ち上がった政治団体でございます。では具体的に日本保守党は何をどう考えているのかということを少しご説明申し上げます。私たちの国日本は、この今吉祥寺の駅前などを見ていますと、本当に平和でとても豊かな国であるように見えます。でも少しご年配の方は振り返っていただきたいんですが、この日本国は30年間成長がほぼ止まってしまっている国、日本だけが他の国に置いていかれて成長が停滞している、サラリーマンの平均給与が30年間上がっていない国、これが私たちの国日本でございます。サラリーマンの平均給与が上がらないということは、一般的な国民の暮らしが全然向上していかないということです。そしてそれだけではありません。一方で負担だけは増えている、税金は上がっている。例えば消費税一つの例にとっても、30年前は 3% だった、これが今 10% です。他に社会保障の負担も増えている。電気代はこの10年で約倍ぐらい上がっている。電気代が上がれば当然物の値段が上がります。エネルギー価格が高騰してますから、輸送にかかるコストも上がっている。そういう中であらゆる物価が上がっています。ですから国民は所得が上がらないように負担が増えていた、それがこの30年失われた30年でございます。じゃあなぜ日本は失われた30年を招いてしまったのか。ありがとうございます。国民一人一人がだらけてしまったのか。30年前の日本国民と比べて今の国民は怠け者になったのか。そんなことは全くありません。電車は時間通り来るし、バスだってすごくスムーズに運行している。停電が起きることもほとんどない。こうした中でなぜでは日本だけが成長しない、給料が上がらない国になって負担だけが増えてしまったのか。これは個々の国民のもはや責任ではありません。政治の問題、政治が間違った方向に日本国を導いてきた、だから日本が成長しない国になってしまったんです。もう少し具体的に言いますと、1990年代の後半、日本は世界第2位の経済大国でした。その前の80年代はジャパンアズナンバーワンという本が話題になったりするぐらい、日本は事実上世界で最もイケてる国だったんですね。ところが1990年代のその2位の時、まあ当時はですね、アメリカが当然1位です。そしてアメリカと日本の間にかなりの差はありました。当時のアメリカの経済規模は日本の倍、まあこれは仕方がないです。向こう人口も多いし国も大きい。そして日本の2位である日本の後3位がドイツ、ここでまた日本とドイツの間には倍ぐらいの経済規模の差がありました。30年近く経って今どうでしょうか。アメリカと日本の経済規模の差、アメリカは日本の4倍になりました。つまりそれだけアメリカは成長した、日本だけが成長が停滞してしまっている、こういう状況です。そしてかつて日本の半分近い GDP 規模だったドイツにこれからもう抜かれてしまうかもしれないと、こういう状況です。これに関して
先日行われた自民党の総裁選挙、かなりいい線まで争っていた小泉進次郎さん、今自民党の選対委員長だそうですけれども、小泉さんはこう言いました。もう日本はドイツに抜かれてしまった、そのうちインドにも抜かれるだろう、だから日本を根本的に変えなければいけないんだと彼は言いました。ちょっと待ってほしいと、私は小泉さんの演説を直接聞いてそう思った。彼はその前にこう言った、自民党を変わらなければいけない、そして日本もまた変わらなければいけない、ずっと停滞していてドイツに抜かれる、インドにも抜かれる、そんな日本ではいけないから変わらなければいけない、一見もっともらしい言い方ですけど、皆さん騙されちゃいけませんよ。日本が変わる必要はない、あなたたち政治が変わればいい、私はそう思います。国民は昔も今もずっと勤勉で誠実なんです。この日本国を作ってこの日本国を支えているのは一人一人の国民の皆さん、あの政治家が間違った舵取りさえしなければ日本は黙っていても成長するんです。ところがその日本国民に重い負担を押し付けて、どん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 増税の話ばっかりを持ってくる、そして日本企業に不利な政策ばっかりをする、こんなことをしていたら日本が成長しないのは当たり前です。そして人手不足だと言いながら一部の財界人の言うことを聞いて、どんどんノンホーズに外国から労働者を連れてくる、連れてくるというのはすいません不本当でした、外国から労働者を呼び寄せる、こういうことをやっていたらヨーロッパでもそうだったように、特定の分野にもう日本人が入りにくくなる、そして最近の記事でもありましたように、大体外国人の労働者の賃金は日本人の7割程度だと言われています。ということは賃金が上がらない、これを押し下げる圧力に外国人の移民、これが作用してしまう、つまりますます日本人の賃金を上げないような、そういう政策ばかりをやっている。それからさらに日本の基幹産業である自動車産業、ここに対しても今の日本政府のやっている政策はとことんおかしいです。例えばつい最近国土交通省はトヨタをまあなんてのようなことでいじめていました。トヨタは、まあ、簡単に言えば国際基準に合わせて日本の基準よりもより高い基準でテストをして製品を送り出していた。ところが国土交通省はいやいやその重量じゃなくてもっと低い日本国のこの重量でやってないからダメなんだと、こんなものはなんてですよ、はっきり申し上げて、より高い基準でやってるのに何の問題があるんですか。どうでしょう。それからね、自動車のことではもっとあります。まあ特にこの東京都なんかひどいんですけれども、日本政府は最近というか近年、電気自動車を買った人に最大85万円の補助金を出している。もちろん各社によって違う、日本のメーカーでも電気自動車を作っていればその車を買った人に補助金が出るような仕組みになっています。また東京都は2030年にガソリン車をゼロにするという全く何の意味があるのかわからないような政策をやるために、さらに国に加えて数十万円の補助金を電気自動車に出している。しかし先ほど私が名前を出しましたトヨタ自動車のように、あまり電気自動車というものをその中心において車の製造をやってきてない会社にとってはこれは圧倒的に不利なんですね。だってライバル会社、それも外国のメーカーが外国で作った、日本の雇用に全く何の寄与もしない、そういう電気自動車に多額の補助金を出す、つまりライバル会社、日本に何も寄与しないライバル会社、外国のメーカーの製品にそれ買った人にははいお金あげますよ、最大百数十万円あげますよ、こんなバカな政策、つまり日本企業、しかも日本の基幹産業、自動車産業、これ裾野まで行ったらですね、関連会社とか裾野を考えたらものすごい数の日本で雇用を生み出してる、しかも世界一の自動車メーカーですよ、これをそんなにいじめてライバル会社をそんなに得させて何のために私たち税金払ってるの、おかしいです。
けれども、そんなこと言われたって関係ありません。私は日本のメーカーの味方ですから。そしてね、さらに個々人に電気自動車買った個人に補助金出すだけじゃなくて、最近また日本政府もっとひどいことをやりだした。全国の自治体に対して公用車を電気自動車に変えたら3割補助してあげます。そんなに電気自動車を進めるって何の意味があるんですか。やっぱり電気自動車を最も製造しているのは中国です。そのもしかしてその利益のためにあなたたちこういう政策を決めてるんですかと言いたくなるような、そんな政策ばっかり。つまり日本国民や日本の企業、それの足を引っ張るような政策ばっかり。こういうものをやめれば、人が黙ってたって成長する。日本が成長しなかったのは政治のせいだと私は言いましたけれども、要するに日本の成長を阻害する要因を政治が作ってしまっている、あるいは日本のライバルになるような国を利するような政策ばっかり日本政府がやっている。それに野党もろくに反対しない。だから日本の成長が止まってしまっていると、こういう状況です。よく私たちに、あなたたち政治団体、まあ例えば少し選挙で一人二人議員ができたところで一体何ができるんですかと、まあこのようにですね、与党の関係者からバカにされることがあるんですけれども、私はその時に申し上げる。あなたたちの間違いを的確に一つ一つ正せば、それだけで私たちの存在意義はあるんだと、このようなことでございます。そして日本を豊かに強くするためには、これは非常に根気のいる作業ですけれども、今申し上げたような、今一例をお示ししたようなこの間違った政策、日本を貧しく弱くしている政策を一つ一つやめていけば、日本は黙っていても成長する。なぜならば日本にはこんなに勤勉で誠実な国民が1億人以上もいるからです。この本当に日本の宝である国民がこれだけいるのに、どうして今まで30年もの間この国を成長させなかったんだと、あの今の政治家たちに言いたい。そして今この選挙戦になったらば、今まで散々議席を持ってた人たちが日本を改革しなきゃいけないと言ってる。日本を改革するんじゃなくて改革しなきゃいけないのはあなたたちだと。そしてね、何十年も政治家やってきた人が、例えば小泉進次郎さん、若いけれどももう15年のキャリアがあるそうですよ。日本はダメなんだダメなんだダメなんだと彼は言うけど、じゃあその日本をダメにしてきた、日本を成長させない国にしてきたのは15年も政治家やってきたあなたと、その前に政治家をやってたあなたのお父さんじゃないんですかと。ですから私たちはもう今の政治にうんざり、皆さんもそうだと思います。その新しい選択肢になりたい。もちろん私たちは魔法使いでもないし、それからスーパーマンでもない、スーパーウーマンでもない。ですから急にできることはそんなにありません。でも今私ご説明したように、日本の国策の何が間違っているのか、そして日本人に手枷足枷をつけるような、日本の成長を阻害するような、他の国を利するような、こういう政策を一つ一つやめましょうと力強く言っていく。そのためにどんな非難を浴びようが、どんな妨害を受けようが、私たちは決して負けないということだけここでお誓い申し上げます。それからもう一つ、ここ吉祥寺でぜひとも申し上げておきたいことがあります。私この件は2つの話を同時にしたいんですけれども、北朝鮮の拉致問題、これ長年日本が解決できないでいる、多くの同胞が北朝鮮によって暴力的に日本国から連れ去られて、そして日本はそれを奪還できないという状況。先日横田めぐみさんが還暦を迎えられたという報道がありました。横田めぐみさんは13歳で連れ去られて60歳になるまで
つまり人生の本当に大事な時をほとんど奪われたという状況です。でもこの横田さんを日本に帰っていただくことを日本の政府はずっとできなかった。もちろん安倍晋三さんのようにこの北朝鮮拉致問題に大変尽力した政治家もいらっしゃいましたけれども、それでも解決の道はなかった。私たち日本保守党はもうこの数十年も我慢した。ご家族は中にはご高齢で亡くなった方もいらっしゃる。横田めぐみさんのお父さんも亡くなりました。さぞ無念だったと思います。ですからこの問題一日でも早く解決するために、今までのアプローチでは全然ダメなんだということを政府に突きつけていく。具体的にはまあこれは私の個人的な意見に近いところもありますが、北朝鮮の出先機関である例えば朝鮮総連、これは破産に追い込むべきだというふうに思っております。なぜなら今までのアプローチでは全然返ってこないからですよ。そしてね、人をさらっていくような人たちと一体何を仲良く対話するんでしょうかと。ところが石破総理は東京と平壌に連絡事務所を新たに作ると言っている。これについて拉致被害者のご家族は即座に反対の声明を出されています。もうご家族が一番よく分かっているんですね。その人たちがそんな策はダメだというふうにおっしゃっている。私はむしろそうではなくて、やはり日本国内でもっときちんとかけられる制裁をかける。総連の関係者、今よりももっと広げて、日本に対する、日本から出て行った時に再入国を許さないとか、他にも制裁がある。アメリカの政府関係者も、なぜ日本はもっと独自でできる制裁をかけないのだというふうに疑問を呈したと聞いております。ですから、そういう今までやってなかったアプローチ、今までの政治家が怖がってやらなかったようなこと、これを私たちは精一杯提言していきたい、そのように思います。なぜなら国家にとって国民の命を守るということは最も優先順位の高い、最も大事な使命だからです。その使命、責務を第一に考えないような政府は倒されたって当然なんです。私はそう思います。そしてですね、この国民の命を守るということで言うならば、例えば今世界中いろんな国々で私たちの同胞である日本人100万人以上が働いたり勉強したりしています。その外国で活躍する100万人もの日本人、もし有事に、ひとたび有事に巻き込まれたら、日本の自衛隊はこの人たちを救いに行くことができないという、そういう立て付けです。今の日本国憲法、自衛隊法、その下では仮に日本人が外国で有事に見舞われても、日本の自衛隊が国民を助けに行くことはできないという、そういう立て付けになっています。本来であれば国民の命を守ること以上に大事な政治の責務はないはずです。ですから憲法改正をして、自衛隊法を改正して、あるいは海上保安庁法も改正して、国民を守れる、国民を救出しに行ける、そのようにすることが本来政治で政治家にとって最も優先順位が高いはず。ところが今の政治家は、いや私たちはあれもこれもやらなきゃいけないから忙しくてしょうがないんだというふりをして、本来一番やらなきゃいけないことから逃げている人たちばっかりです。一体台湾有事になったらどうするんですか。台湾に3万人以上の日本人がいますよ。中国には10万人以上の日本人がいます。最近悲惨な事件もありました。まああれは事件ですけれども、例えば台湾有事が起きた時、この台湾にいる3万人、中国にいる10万人、自衛隊助けに行けないんですよ。どうするんですか。そういうことを国会で火花散る議論をやってますかと。憲法改正のハードルが高い高いと、その言い訳ばっかり、全然やる気を見せない。もうこんな政治にはうんざりです。私たちの子供、孫、外国で活躍するかもしれない。
本の政治をもう取り戻しましょう。よろしくお願いします。日本の政治は主権者である私たちのもの。あの人たちが分け知り顔で、いや政治ってのはこういうもんなんだ、あなたたち素人はそんなこと言うけれども簡単じゃないんだと、いやいや簡単じゃなくたってやってもらわなきゃ困るんですという話、できないんだったら選手交代しろと、その大声を私たち上げていきませんか。ですから今回の総選挙、まあ、我々にとっては相当厳しい戦い、全く何の見込みも勝算もありませんけれども、でも私たちはチャレンジした。ですからぜひとも皆さん一票でも多く私たちの日本保守党に入れていただきたい。そしてこの選挙は我々一人一人個人の名前を書いてくださいというお願いではなく、この日本保守党が、百田直樹が、河村隆が、もう今のままじゃ日本はダメだということで立ち上がった日本を豊かに強くしたい、その一年、その一年の旗のもとに集まった同志、その人たちを日本保守党と書いて国会に送り込む選挙です。ぜひとも皆さん、日本保守党、保守党と書いて、そして周りに広げていただいて、なんとか一人でも私たちの仲間を国会に送り込んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。私たち、北は北海道、そして北関東、東京、南関東、東海、近畿、この6つのブロック、まあ、この6つのブロックでももう本当に息も絶え絶えなんですけれども、その6つのブロックで26人も名簿に搭載して、その地域7000万人の有権者の皆さんの新たな選択肢になりたいということで投票をしていただける状況を整えました。ですからもしこれらの地域にお知り合いの方が住んでおられるようでしたら、もうあと何時間かしかありませんけれども、日本保守党比例2枚目の投票用紙には日本保守党とお書きいただけますよう、ぜひともお声掛けをよろしくお願いいたします。そして今一度申し上げますけれども、先日私が、まあ、スタッフ2人とですね、こちら吉祥寺にお邪魔して商店街を歩かせていただきました時、本当に商店街で頑張ってねとお声掛けをくださった多くの皆さん、本当にありがとうございます。これからも私たちは、まあ、この選挙どういう結果出るか分かりませんけれども、私たちはこれからもここ吉祥寺に何度でも参ります。そしてせっかくですから申し上げますけれども、ついこの間までこの武蔵野市で市長をやっていた方、外国人の参政権を進めるということをおっしゃった、それだけは私たち断固としてノーでございます。日本のルールや価値観、これにのっとって、あるいは日本のルールにのっとって、あるいは日本の価値観を重んじて、そして日本で活躍する外国の方、そういう方々はもちろん歓迎いたします。私たちは決して外国人を排斥しようというものではありません。しかし野放図な、今の自民党公明党政権が進めようとしている野放図な移民政策とか、あるいは主権者を違うところに移してしまうような、そういう政策には断固ノーでありまして、この国の主権は私たち日本国民のものでございます。投票によって日本国の運命を決めるのは、あるいはこの武蔵野市の運命を決めるのは主権者である日本国民でございます。そこは絶対に譲れません。それはどうしてもここ武蔵野市吉祥寺で申し上げておきたいと思いました。ですから皆さん、日本保守党の主張はとても簡単、とても分かりやすい、どなたにでもご理解いただけると思います。今回私たちのですね、この街頭演説、どんどん若い方が聞きに来ていただけるようになって、な
皆さんに分かりやすい言葉で日本の問題点を伝えて、そして共感の輪を広げて、あの政治の国会の中でこの論をまっすぐに訴えていく、それだけのために今回立ち上がっております。ですから皆さん、どうか日本保守党に力を与えてください。そしてこれから私たちはもうこの選挙をきっかけに、どんどんいろんなところにもっともっと飛び出していく、皆さんと対話をしていく、そういう団体でありたいというふうに思っております。また今回この選挙戦で、先ほど申しましたように2度目の吉祥寺でございますけれども、最初の時にそうだったように、本当に各地で多くの方々にこのように歓迎していただいて、そしてビラ配りだとかポスターを貼ろうかだとか、そういうこといろいろご協力を申し出ていただきました。私たちに協力した点、何の得にもならない、何の利権もない団体なのに、本当に一生懸命皆さんが私たちを支持してくれ、協力してくださった、このことについて改めてお礼を申し上げます。この選挙戦を戦って、本当にそれは私たちの得た財産だと思っております。ありがとうございます。どうか日本保守党に今回一票をいただきたいこと、そしてこれからも私たちは決して諦めませんから、とにかくどんなに私たちは妨害をされても、嫌がらせをされても、あるいは国会の中に仲間が行って非常に卑劣な嫌がらせを受けたとしても、それでも私たちは諦めません。日本のためにとにかく前進あるのみということでやってまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。それではですね、今日私の左右に立っています強力な仲間同士を一人一人ご紹介してマイクを渡していきたいと思います。まず私の右隣、今回この選挙戦でこの人を味方につけて本当に良かったなと思っているんです、もうあまり多くを語る必要がないかもしれません。富田至にマイクを渡したいと思います。日本保守党の比例東京ブロック、富田至と申します。よろしくお願いいたします。さて、選挙戦の最終日に吉祥寺に来られて私はとても感慨深いです。3年前まで私母とですね、三鷹に暮らしておりました。三鷹と申しましても、吉祥寺通りをずっと行って杏林大学の病院がありますよね、あの辺りに新川団地というのがありまして、そこでずっと暮らしてたんです。だから三鷹よりも吉祥寺の方が直線距離で来れるので、私にとってはとても馴染みのある街です。例えばダイヤ街の中のおでん種屋さんでよくおでんを買ったら、あそこのぬか漬け屋さんのぬか漬けがうまいんだとか、そんなことを思い出しながら今日はこの台の上でですね、皆さんのたくさん集まっていただいた皆さんの顔を見て本当にワクワクしております。最終日に本当に吉祥寺に来られてよかったと、嬉しくてたまらないです。どうもありがとうございます。これからね、しばらくの間ちょっとだけ私の話を聞いてください。あれ、私は今立川で毎日移動販売、お弁当の移動販売をしております。まあ、いわゆる単なる庶民のおっちゃんでございます。この庶民のおっちゃんがなぜこうやって皆さんの前でお話しするようになったかというと、私が疑問に思っていること、モヤモヤしていることをこの日本保守党が形にしてくれると思っていたんです。ですから比例名簿に名前を入れませんかと、かなり選挙直前になってね、お声掛けいただいたんですけど、もしそこに名前を入れていただいたら、こうやってダイレクトに皆さんにお話を聞いていただけるんじゃないかと思い、これはチャンスだと思いました。そこでぜひ私も参加させてくださいとお願いしました。今日は私が疑問に思っていること、おかしいと思っていることをご説明します。LGBT という言葉、2010年代後半から盛んにメディアが取り上げました。もう皆さんもね、結構うんざりしてるんじゃないかと思いますけども、私は LGBT で言えば G、ゲイ、男性同性愛者です。いわゆる LGBT の当事者の私の方が
もっとうんざりしてるんですよ。ありがとうございます。なぜならメディアが取り上げる LGBT っていうのはいわゆる LGBT の市民活動家だけなんです。市民活動家たちは日本にあたかもすごい差別があってとても生きづらい国だと、そういうイメージを日本の皆さんによく LGBT のことを知らない皆さんに植え付けようとしています。しかしメディアも国会議員も自治体の議員もそして企業もそういう LGBT 市民活動家のロビーイング、しつこいロビーイングを真に受けて、そのために何か配慮してあげることが性的少数者のためになるんじゃないかと本気で思っているんです。そこでさまざまな施策をやり配慮をしているけれども、それは差別の実態を感じたことがない私のような性的少数者にとってはとんちんかんなものにしか思えないんです。私がこのように皆さんの前でお話し出してからたくさんの当事者から言ってくれてありがとう、まさにその通りと、そんな声たくさんいただいています。今日も浅草でも銀座でも私が握手をしてくださいと皆さんの中に入っていったら、私もゲイです、私もレズビアンです、トランスジェンダーですという方がたくさんいらっしゃいました。皆さんね、口に出したいんです。本当は例えば SNS でこんなのおかしいよって言いたいんです。でもそんなことを言うと LGBT の市民活動家とその周りにくっついているリベラルの活動家が総がかりで攻撃してくるんですよ。そんなことされて得は何もない。だから僕みたいなしぶといおっちゃんはそんなことされてもへでもないから、じゃあ僕が玉よけになってどんどん言うから、言いたいことがあったら俺に連絡してくれっていうふうに伝えています。しかし私がいくら声を上げたところで世の中は変わりません。例えば世の中のおかしな配慮の最たるものが昨年6月に施行された LGBT 理解増進法と呼ばれる法律です。この法律がきっかけとなってこの日本を主導できました。それはもう皆さんの方がご存知だと思います。この LGBT 理解増進法、大した議論もされないまま進められてしまい、あれよあれよという間に決定してしまいました。そして6月に成立して翌日から施行されています。しかしこの法律、自民党が何年間も党内で揉んできた法律だという割にはガイドラインができてないんです。この法律をどう運用するのか、具体的なガイドライン、指針がないまま成立した翌日に施行されてしまっています。それから1年半が経とうとしているのにまだガイドラインができていません。しかし法律だけは一人歩きしているんです。この法律の最大の問題点は学校の理事長や校長に対して生徒児童に、まあ、LGBT 理解増進法って言ってますけど、本当は性的指向およびジェンダーアイデンティティに対する国民の理解を増進する法律という名前なんです。つまり性的指向およびジェンダーアイデンティティというよくわからないものを学校の生徒に教えてるんです。皆さんのお子さん、お孫さんの学校でももう今年度からどんどん進んでるんです。しかしガイドラインがない、ガイドラインがないまま進めるためには学校の先生たちを教えることができない。学校の先生たちはどうするかというと、じゃあ専門家を呼んできた話をしてもらおうと考えるわけです。専門家は誰かって言ったら全国各地にある小さな LGBT の市民活動家団体ですよ。それ以外こんなこと語れる人いないから。でも立ちの悪いことにそこに包括的性教育という日本では認められてない過激な性教育をやろうとしている市民活動家がくっついている。そういう人たちが学校に入っていってどんなことを教えているか、私がやっぱりこうやって演説をするようになってから実際に学校の先生からお声をいただくことがあって、富田さんの言ってる通りですよという方もいらっしゃれば、それをやろうとしているという議題が出たから私体を張って止めましたという方も今日浅草でいらっしゃいました。じゃあどんなことが教えられているか一例をご説明します。小学校低学年に対して人には誰でも4つの性があります。1つは体の性、1つは心の性、1つは表現する性、1つは好きになる性。これ何のことだか分かんないでしょ。私たちこんな教育受けてないから、だからこれを私に当てはめて
ご説明します。私の場合は男として生まれてきましたから、体の性は男ですよ。そして心の性なんてことがあるかどうか知らないけど、私は女になりたいと思ったことは一回もないから、心の性も男なんでしょう。そして表現する性ってのはどんな格好をしてるかだから、まあ、男の格好をしてますから男ですよ。そして好きになる性、これはね、私の場合は男だから、ね、皆さんと違うかもしれないけど、まあ、私の場合は男ですってことなんです。これを教えた上で子供たちに、あなたはどれですかって考えさせるの。まだ自分のアイデンティティが確立していない小学校の低学年の子にこんなことを言ったら、例えばボーイッシュで活動的な女の子、女子と遊ぶより男子とサッカーする方が好きなんて女の子はザラにいます。そんな子は、私は体は女だけど女子と遊ぶの好きじゃないから心は男かなとか、スカート履いたりするの嫌だし髪の毛も短い方がいい、だから表現する性は男かな、そうやって当てはめるんです自分のこと。でもこの段階では学校で変なことを習ってきて変なことを言い出したうちの子が、うちの孫が、それで済みます。しかしこれは子供に仕掛けられた時限爆弾です。これが爆発するのは思春期です。二次成長を迎えて体が大人の体になっていく、そこでいろんな悩みが浮かびます。メンタルの不調も出てきます。さらに性の揺らぎというのを感じる人もたくさんいます。同性の先輩がかっこよくて憧れて好きになってしまい、バレンタインデーにチョコレートを送ったなんて女の子はザラにいますよ。でもそういう人たちも普通に年を重ねれば結婚して子供作って家庭持ってます。ところがそういう時期にその次元爆弾が爆発すると自分を型にはめようとするんです。まだね、女性の先輩、同性の先輩が好きだから私はレズビアンかなとかゲイかなって思うんだったらまだいいけど、そんなの勘違いだからすぐ分かるから、年を重ねれば。でも女なのに女の先輩が好きになる私は心が男なのかなとかね、私はトランスジェンダーなんだろうかっていうふうに型にはめてしまう人が増えるんです。これ私の想像じゃないんです。欧米で実際起きてるんです。欧米では日本よりも早く学校に活動家とこの教育が入り込んでしまい、たくさんの子供にこういう次元爆弾が埋められてしまった。そしてさらにあるんです。アメリカではジェンダー固定医療という医療理念が結びついてるんです。学校の先生に子供が私はトランスジェンダーかもしれないと言ったら、親に内緒でジェンダー固定医療に結びつけるんです。ジェンダー固定医療というのは何をするかというと、これは特に女子が受けるんですけども、二次成長で膨らみ始めた乳房を切除しちゃうんです。しかも日本の整形手術のようにきれいに取るのではなく、わざと胸にギザギザの醜い傷を残すんですよ。その傷がその時トランスジェンダーかもしれないという熱病に浮かされたその子たちのアイデンティティになるそうです。その瞬間はそれがクールだと思うそうです。しかし数年経ったら思春期が過ぎます。その時に取り返しのつかないことをしたと、自分に対してなんで間違ったことをしたんだろうかと思う少女がたくさんいるんです。これをトランスジェンダーになりたい少女たちという本がまとめています。欧米ではベストセラーになった本です。日本でも去年の12月角川が出版しようとしたら、その告知をしたら翌日から LGBT の市民活動家とその周りの活動家が一斉に攻撃をして、過激な攻撃をしたことにビビった角川の社長は出版することをやめました。それぐらいこの本は活動家にとって LGBT の真実を知られる都合の悪い本なんです。今年の4月、そんな脅迫にも負けない瀬尾編集長という女性の編集長がいる産経新聞出版がこの本を発刊してくれました。しかしこの本はトランスジェンダーを差別してるんでもない、 LGBT を否定してるんでもないです。トランスジェンダーだと勘違いする方に誘導されて取り返しのつかないことをしてしまった少女たち、なぜそういうことが起きたのかということをきちんとまとめたレポです。ぜひ私が話したことに興味を持ったらこの本を読んでみてください。そしてそれが LGBT の問題
体のとても危険なことだと気づいていただきたいんです。日本ではまだトランス全裸肯定医療というものが一般的になっていないので、日本は大丈夫じゃないかと思うかもしれませんが、日本でも思春期ブロッカーという薬をすでに使われています。思春期ブロッカーなんてカジュアルな名前ですけど、これ二次性徴抑制剤といって、本来人間の体で自然における二次性徴を一時的に止める薬です。二次性徴が起きたことで大人の体になっていくことに耐えられないと感じたトランスジェンダーかもしれないと思い込んでしまった子に対して、メンタルの不調が来て自殺を考えるようなことがあるんなら、一時的にこの思春期ブロッカーで止めればいい、飲むのをやめれば二次性徴起きるんだから大丈夫ですという言い方をしていますけども、人間の体に自然に起きる二次性徴を薬で止めることで、それから先大人になってからどんな弊害が出るか、そのエビデンスはまだありません。日本だってもうそういう状態なんです。しかもこの理解増進法、国会議員で反対したのはわずか数名です。与党も野党も全員賛成しています。だからジェンダー肯定医療だっていいことだと思って与党も野党も賛成するかもしれない。彼らは LGBT のことなんて勉強してないんですよ。だから活動家の与党は悪いんですから、皆さんのお子さんやお孫さんがそんな被害に遭わないためには、利権やしがらみにまみれていない、そして LGBT の危険性をちゃんと分かっている国会議員を1人でも2人でも3人でも国会に送り込んでいくことが必要です。それができるのは日本保守党です。なぜならまだ国会議員がいないんだから。これから誕生する国会議員、利権もしがらみもありませんよ。そしてその国会議員に僕もちゃんと教えます、 LGBT の危険性を。だからぜひ皆さん、明日の27日投開票日には必ず投票に行って2枚目の投票を用意、日本保守党、日本保守党のお名前をお書きください。よろしくお願いします。ありがとうございます。1人でも2人でも3人でも4人でも5人でもいい、小さな穴でも大きな立派な堤防に小さな穴を開ければ、それがだんだん穴が大きくなって決壊するんですよ。決壊させるためには小さな穴を開けなきゃいけない。明日はそれができるかどうか、その決定ができるかどうかの日なんです。ぜひ皆さんの選択、私は期待しています。そして多くのお友達に、まだ6時間ぐらい時間があるから、一人でも多くの人に日本を人の考えを教えてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました、吉祥寺駅北口ご通行中の皆さん、サンロードお買い物やご通行中の皆さん、やかましくて申し訳ございませんでした。日本保守党、日本保守党を何卒よろしくお願いいたします。明日の衆議院の投票日、日本保守党2枚目の投票用紙に日本保守党とご記入いただきましたら幸いです。日本保守党役長は保守党と申します。どうもありがとうございました。最後に私どもの特別顧問梅原克彦にマイクを渡しますが、ちょっと実は次の予定のところに行くのにですね、交通事情もありますので、この後速やかに私たちここを去ることになると思います。皆さん本当に吉祥寺の皆さんありがとうございました。